タイダグラスバトリーは、アメリカ合衆国のオスカロライナ州、メクレンバーグ群マシューズ出身のプロ野球選手、右ト左打。MLB のロサンゼルスエンゼルス所属。2012年の MLB ドラフト4巡目で、ボストンレッドソックスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグレッドソックスで、プロデビュー。4試合に登板して、防御率1.80。 5奪三振を記録した。2013年は、A、A-9、ローウェル・スピナーズでプレーし、13試合に、先発登板して4勝3敗、防御率2.21、35奪三振を記録した。2014年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・レッドソックス、A-9、ローウェル、A 級、グリーンビルドライブでプレーし、3球団合計で16試合に登板して0勝5敗。 防御率5.74、56奪三振を記録した。2015年は A 級グリーンビルと A 級セーラムレッドソックスでプレーし、2球団合計で25試合に先発登板して9勝10敗、防御率3.92、103奪三振を記録した。2016年は A 級ポートランドシードックスでプレーし、33試合に登板して1勝9敗。 防御率4.44、52奪三振を記録した。2017年は、AA 級ポートランドとトリプル A 級、ポータケットレッドソックスでプレーし、2球団合計で40試合に登板して2勝5敗、4セーブ、防御率4.89、74奪三振を記録した。オフには、アリゾナフォールリーグに参加し、ピオリア・ハベリーナズに所属した。月日には、 ルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2018年はトリプル A 級ポータケットでプレーした。2018年7月31日にイアン・キンズラーとのトレードでウィリアムズ・ヘレスと共にロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。8月16日のテキサス・レンジャーズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは16試合に登板して0勝1敗、4セーブ。 防御率3.31、20奪三振を記録した。2019年は、チーム最高の72投板を記録し、6勝7敗だった。2020年は、新型コロナウイルスによるシーズン延期による MLB 座賞20のチーム代表選手の対抗戦に参加した。この年は27試合に投板して2勝3敗後、西部、防御率5.81、 18奪三振を記録した。2021年の開幕はマイナーで迎えることとなり、4月2日に急遽制限リスト入りすると、翌4日には自身のインスタグラムで現役引退を示唆した。野球から去る決断をしたとし、理由について野球がどんどんビジネス化し、ゲームでなくなっていった。野球に対する愛情や情熱が薄れてくるのをどうすることもできなかったと語っている。 スライダーの空振り率が高い。ありがとうございます。